1875年、日朝修好条規、松井塾です。さあ、始めていきましょう。日朝修好条規っていうのは何かっていうことになるのか。ポイントはこちらです。日朝修好条規のポイントは、日清修好条規との違いはこちらです。不平等条約だということなんです。不平等条約だということです。はい。つまり、朝鮮半島との間に、治外法権が朝鮮半島にはないですよ、ね。関税自治権が朝鮮半島にはないですよっていう、日本側にとって有利な条約というんですかね。日本側にとって有利な条約を朝鮮半島と結ぶようになりましたよという形になります。まあ、もう近代国家を目指していく上で、まあ、要するに、なんて言ったらいいんですかね。武器を使わない戦争と言ったらいいんですけども、外交を用いて、要するに自分に有利なように、自分より弱い国と条約を結んでいくというふうな形の戦略を取ってくるというふうな形になります。まあこれ良い悪いを別にしても歴史的事実だけで言うとこうなります。はい。1875年、もう一回覚えておいてください。日朝修好条規。ね、日朝修好条規。で、不平等条約を相手に押し付けますよというふうな形になります。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。